はい、こんにちは。まえチャンネル前原でーす。今日はこちらですね。プラレール、笛で走るぞ、笛コン、超連動リニア L0K レールセットでーす。はい、こちらですね、なんとリニアモーターカーのプラレールですね、うん、もう出てしまってますね。もう出てるね。はい、こちらですね、なんと、ここ書いてあるかな、書いてあるね、2027年開業予定だよ2027年だよ。今2015年だけど、そうそう、あと12年後に開業予定のリニアモーターカー、こちらがなんとプラレールになって登場しましたね。はい、こちらですね、時速500キロって書いてあるけど、この前ね、確か時速600キロ記録したってニュースが出てたので、もっとねこれより速くなってると思うんだけど、そのねリニアモーターカーのプラレールでございます。でもこのプラレール、いつもとかなり違うんだよね。それがこちら、笛コン。そう、笛コン。笛コンも吹くと止まったり速くなったり発射したりするんだよね。そうなんだよ、笛でコントロールできるんだって。これすごいよね。これいいよね、うん、音でコントロールできるって初めてじゃない。そしてスマートフォンのアプリを使って操作することもできるらしいですね。ただね、これね、今のところ Android だけですね。iOS は、時期見てまた登場するらしいです。はい、そしてこちらが L0K の交尾車ですね。はい、結構かっこいいね。かっこいいんだ。それでちょっと特徴的なのがタイヤだな、タイヤが透明なのは。透明なんだ、速く走って、なんでかっていうと、タイヤがなくなって磁石で浮くから。そう、リニアモーターカーはタイヤないんだよね、磁石でちょっと浮いてるからね、だからプラレールではもうどうしてもタイヤ必要だからさ、透明のタイヤになってるってことだね、これ、でこれが中間車両ですね、今度のプラレール博 in 東京ではこの中間車両もらえるらしいね、そしてこちらが先頭車両の動力車ですね、いつものようにここにですね穴開いてるんだけど、スイッチないんだよ。スイッチない。裏側にスイッチがあるんだよね、このスイッチオンにすると笛でコントロールできるようになると、あとこの下のスイッチオンにすると、iPhone、 このスマートフォンと通信でしょ。ああ、そうかそうか、ここに書いてあるんだね、こっちが笛、こっちがスマートフォンってマークが書いてある、でこれでそれぞれ遊べるわけだね、今どっちになってる。笛、笛だね、笛、今回スマートフォンではやらないので笛でやりましょう。はい、そしてこちらが笛ですね、これが笛コンになっております。吹けばいいだけだね、そして反対側に名前書くとかありまして、エイジン君書いたんですが、ちょっとエイシ、ここうんだちをやり直してこっちにうん書いたちょっとひどいことになっちゃってるけどね。そしてですね、初回限定、初回生産限定なのか分かんないけど、お店でこれがもらえました、黄色い笛ですね、ではですね、レールがですね、すでに組み上がってますので遊んでいきましょうか、ではまずですね、プラレールの電源を入れてください。はい、電源入れました。はい、そしたらちゃんと置いて、では笛込んでやってみてください。どうなるかな、ちょっと楽しみだね、おお、動いた、すごい、すごい、本当に動いたよ。あ、止まった、止まった、おお、スピードアップ、すごい、高めにしたり低めにしたりする。あ、まあ、ちょっと緩くなったよ。おお、速くなった、速い、あー、これ面白いわいちょっとここで止めてみて、おお、見事、ちゃんと止められたじゃん。止まった。どうやらフッってやると発車したり停車したりだね。で、長めに鳴らすと加速って感じかな。
あら、あれ、あれ、あ、止まった、分かった、そして聞こえなかったのかな、そうじゃない、うん、加速やってみてください。ピッと止めてみてください。一回ゆっくりで。ああ、なるほどね。ゆっくりにして止めてみてください。なるほど、ゆっくりにならないと止まらないわけだね。ちょっと気になったのはさ、ちょっと夜遅くにはこれできないね。うん、上の音が気になっちゃってさ、あのご近所迷惑になっちゃうね、これね。うん、ちょっとそこのところだけ気をつけないといけないかな。はい、ということで今回はプラレール笛で走るぞ笛コン超電動リニア L0K レールセットでした。おー。